おはようございます。今からナルボンヌのマルシェに行ってきます。ナルボンヌのマルシェに着きました。マルシェの中です。クリアブドウやアーティチョークがいろいろな旬な野菜が売っててとっても美味しそうです。フランスならではの生ハムやサーモンやお惣菜もあります。お、粉チーズを切っています。ヤギの小さなチーズがいっぱいあって、こっちは牛のチーズになります。今からマルシェの中にあるバーでご飯を食べる予定です。フランスの牛タンです。カルメンはステーキ、ルドはハンバーグを食べます。バレンチーノの今日のご飯はオーガニックのドイツのメーカーのご飯で、牛肉と人参とじゃがいものピュレです。美味しい。バランチのパパのハンバーグとサラダとポテト全部食べたな。うん、美味しいな。全部落としてるって。全部落としてる。マルシェでした。バレンチーノはパパに肩車してもらってます。マルシェにの隣にかなり古い教会があります。今日もマルシェに食べに来てます。お昼からアペロ、バレンチーノはパスタを食べてます。おいしいか。今日も静かにしててな。これは馬のお肉のステーキです。これは牛肉のタルタル。カルメンは鶏肉の焼き鳥串焼きです。で、ルドはハンバーグプラス目玉焼きです。いただきます。今
マッカルメンと2人で家に向かってます。主人たちはまだ仕事をしているのに、で先に2人で帰ります。バレンチーノはぐっすり寝てます。